GRB991216 とは、1999年12月16日に、オリオン座の方向で発見された、ガンマ線バーストである。協定世界時1999年12月16日16時7分1秒、NASA が所有する、コンプトンガンマ線観測衛星の観測装置ワッツが、GRB991216 を発見した。続いて、 イタリアとオランダが所有するベッポサックスもガンマ線を検出した。メインとなるガンマ線の放出は20秒続いた。それから数時間後から数日以内にチャンドラエクス線観測衛星、ハップル宇宙望遠鏡、m d m 天文台によってバッチでは大雑把にしかわからない位置が正確に調べられた。この観測体制と成果は NASA が1996年に立ち上げた。 ガンマ線バーストの位置を正確に決定する計画の最初の大きな成果であった。また、当時はガンマ線バースト観測衛星の後続機であるスウィフトの打ち上げが計画されており、すでに打ち上げられているヘテマイナス2との組み合わせでより正確な研究がされることが期待されていた。g r b 9 9二2 1 6の観測成果は、 そのような観測体制の構築が可能なことを示している。このことを記念して GRB991216 の発見日の12月16日にちなみ1770年同日に生まれたとされるドイツの作曲家ルートビヒバンベートーベンにちなみベートーベンバーストという愛称で呼ばれている。当時はガンマ線バーストの発生原理が大きな謎であったため NASA では、当時考えられていた、ブラックホールに中性子星が飲み込まれたという説、太陽質量の100倍以上ある、大質量性の超新星爆発という説に続き、それとも、本当のベートーベンファンなのだろうか、と続けた。ただし、後のチャンドラによる、初のガンマ線バーストの観測では、X 線領域の強度グラフは、 ガンマ線バーストが大質量性の超新星爆発が原因であることを示している。GRB991216 の赤型変異の値は1.022であり、約112億光年先の爆発現象であることがわかる。しかしそれほどの距離がありながら観測された死等級は18.7であった。これは バッチが1996年9月24日に捉えた GRB96924 の2倍の明るさであり、スーパーボールバーストと呼ばれた GRB93131 に次ぐ明るさであった。この程度の明るさのガンマ線バーストは4年に一度程度と言われている。あまりにもガンマ線の強度が高いため、8方向あるベイストのすべてが ガンマ線を捉えるほどであった。GRB991216 はメインとなるガンマ線放出のピークが発生するおよそ15秒前に3秒程度持続する弱いパルスの放出が観測された。その理由は不明である。アンキー・トラブはベートーベンの公共曲第5番をサンプルにベートーベンバーストという曲を作曲した。ありがとうございます。